真庭市内の桜の名所の中でも比較的遅い時期に咲き始める黒岩の山桜ですが、今年は18日に満開を迎えました。木の周囲は 7.3 メートル、高さ16メートル、推定樹齢はおよそ800年で、岡山県の天然記念物に指定されています。撮影した21日は時折吹く風が可憐な白い花びらを少しずつ散らしていましたが、枝いっぱいに咲かせた巨木が地域を春色に彩っていました。蒜山観光協会によりますと、今月24日までが見ごろということです。